さっきよりもコリがほぐれてきたので、カッサが滑らかに動きます。ここもゴリゴリ言わなくなってきました。頭のマッサージの前にお首元温めてまいります。リラックスな感じですとラベンダーの、ちゃんとこう回るか確認して、これが取れてるのをちゃんと確認して、ヘッドのマッサージ終了いたします。お疲れ様でございました。ありがとうございました。こちらはスタティでございます。ありがとうございます。お菓子もございますのでゆっくり召し上がってください。はい、ありがとうございます。それでは失礼いたします。それではフットバスから始めてまいります。ではお足ゆっくりとお入れください。レポ二子玉川、オーナーセラピストの山本と申します。よろしくお願いいたします。当店は二子玉川駅徒歩3分、完全個室制のサロンとなります。はい、男性のお客様は女性の方からの紹介でご予約を受けたまわっております。はい、近くには商業施設がありますので、ショッピングを楽しんでからご来店くださるお客様が多いです。施術メニューとしましては、オールハンドを主体としたアロママッサージを行っておりまして、ボディ、フェイシャル、ボディフェイシャル、現段階ではリピーター様限定で、マタニティマッサージを行っております。具体的にはボディメニューですと、コリが溜まりすぎて、起き上がれない、寝ても疲れが取れないですとか、フェイシャルメニューですと歯がこう減ってしまうほど食いしばってるといったお悩みがのお客様が多いです。外国からのお客様に関しましては、以前ホテルスパで施術接客をしてましたので、ぜひお待ちしております。では本日のメニューですが、ヘッドカッサ20分のマッサージとなります。ではよろしくお願いいたします。ではアロマの香りを選んでいきます。ボディとフェイシャルセットのメニューはこの10種類のアロマの中から2つ選んでブレンドしていきます。はい、主に、ラベンダー、ゼラニウムなどのリラックスの香り、ローズマリー、ユーカリのすっきりした香りで、レモン、オレンジ、グレープフルーツの柑橘系の香り、最後がウッディ系の香りがありますが、お好きな香りはありますか？今回レモン。レモン、はい、レモンですね。失礼いたします。レモンに合う香りでリラックスな感じですとラベンダーの香りで、すっきり系の香りでまとめるのであればローズマリーの香り。はい、ローズマリーは、はい、コリの原因である乳酸を流してくれるので、コリ固まってる方におすすめの香りです。はい、でウッディ系ですとシダーウッドという香りが、レモンと相性がいいですが、ピンときた香りはありますか？一番のラベンダー。ラベンダー、レモンで、かしこまりました。ではラベンダーとレモンで本日施術をしていきます。はい、ではヘッドマッサージの施術をしていきます。では
頭のマッサージの前にお首元温めてまいります。お首の下、失礼いたします。最初に手で触って頭のコリを確認していきます。ミントのヘッドジェルをつけてマッサージしていきます。ミントのヘッドジェルはヘッドマッサージの際に全コースおつけしていきます。爽快感があるので頭痛があるという方にもとっても効果期待できる、ものになります。耳の横にもつけていきます。このこめかみですが、考えがちな方はとても硬くなっているところなので、回数を分けてしっかりほぐしていきます。お頭は意外とこりに気づかない箇所なので、マッサージをされて凝ってることに気づくという方が多いです。頭の凝りが溜まってしまうことで頭痛など体の不調を起こしてしまうので、あのヘッドマッサージは全コースしっかりとカッサも使いながら行ってまいります。強さ加減いかがでしょうか。はい、強すぎたり弱すぎたりされましたら遠慮なくおっしゃってください。では少し手でほぐしたら傘を入っていきます。ゴリゴリ言ってるのが頭のコリになりますので、カッサでしっかりほぐしていきます。この部分は目のお疲れが
現れる部分なので、あの寝入りにいつもほぐしています。反対側もほぐしていきます。耳の周りから、全体をまんべんなくしっかりほぐしていきます。引っかかるところが、凝りがあるところなので、カッサを使ってしっかりほぐしていきます。カッサを使うことで、指では取りきれない細かいコリまでほぐすことができます。基本的にコリは一気にほぐさずに、回数を分けて徐々にほぐすことで、翌日揉み返しがなく、あの快適にお過ごしいただけるようになります。では頭の横もしっかりほぐしていきます。まずこの付け根を捉えて、こうちょっと揺らしていくことで、深部のコリもほぐれていくので、揺らしも取り入れています。
傾ける前にもう一回全体をしっかりほぐしていきます。これはこう何回も回数を分けて徐々にほぐしていきます。このカッサのヘッドマッサージもメアリーズボーテの西尾先生から教えていただいた技術になります。指で触ってコリを確認しながら硬いところはさらにほぐしていきます。では反対側もマッサージしていきます。付け根を捉えて反対側も揺らしていきます。真ん中にも入れて緩めていきます。右の方がコリが強く出てらっしゃるので左よりちょっと奥やっていきます。では首に入ります。このポコッとしてるところが首のコリになります。痛いですね。ほぐれてくると痛みが取れてくるので痛すぎたらおっしゃってください。ホットストーン入っていきます。ストーンで温めて緩めたらさらにハンドでほぐしていきます。
目がこう痛いっていう眼精疲労のお悩みの方にもおすすめで、終わった後はこう視界がはっきり見えるという方が多いです。この音が凝りの音になります。カッサヘッド20分のオプションのコースになるので、ボディメニュー、フェイシャルメニュー、ボディフェイシャルのセット のメニューにお付けいただく形となります。なので頭が重だるい方や眼精疲労にお悩みの方はヘッドを長くマッサージすることでお悩みも改善していくと思いますので、オプションでつけることがおすすめです。強く出てる箇所は回数を分けて何度も念入りにほぐしていきます。首の付け根も凝りやすいので、実際のメニューでは念入りにここもほぐしていきます。見えてないですが、この首の後ろにも指を入れて揺らしていきます。リラックスすると副交感神経が優位になって、でお腹が鳴るというのは
その副交感神経がこう働いているという、あのリラックスしてますよっていうことなので、実はすごくいいことなんです。で、アロマのマッサージは寝てしまうともったいないという方が多くいらっしゃいますが、お休みいただくことでより筋肉の緊張が緩んでほぐれやすくなるので、ゆっくりお休みいただくことがおすすめです。では首もマッサージしていきます。お頭とお顔の老廃物はこの首のこの部分を通って最後鎖骨リンパに入っていくので、首もあの全メニュー念入りにほぐしていきます。ではホットストーン入っていきます。お熱ければおっしゃってください。首や肩、デコルテは特に凝りやすい部分になるので、ホットストーンを使って温めて緩めながら徐々にほぐしていきます。お頭とお顔の凝りはこの首の部分を通って最後鎖骨リンパに入っていくので、念入りにほぐしていきます。首をほぐしたら後頭部からしっかりほぐして、でここが今ちょっと動いてきました。最初と比べてちゃんとほぐれているか確認しながら進めていきます。凝り固まってるところは節も使ってほぐしています。場所なのでいつも念入りにやってます。でこの辺は目のお疲れが出やすい場所です。ここが目のラインになります。マッサージは耳も軽くほぐしていきます。耳はあのツボがたくさん集中している箇所なので、ほぐすことで全体のこう筋膜も緩んでくると言われてますので、頭のマッサージの際にはほぐしています。
め髪が硬いのでこう結構頭を使うことが多いのかなと思います。この生え際も傘を使ってほぐしていきます。ではなくてこのこめかみのところも固まってる方はちょっとオイルをつけてこうやってほぐしていきます。もう本当にぐっすり寝る方多くて、うつ伏せの時はもううつ伏せのマッサージ終わったこと気づかないってくらい熟睡されてる方が多いです。もちろんヘッドでもこうやってこうお休みいただく方が多いです。だんだん血流が良くなってくるとこう赤くなって流れてますよっていうサインでこう赤くなるので、ちゃんと流していきます。にすごい凝ってますね。左右同じ回数をやるんじゃなくて、特にこう凝ってる箇所を念入りにやるように施術ではしています。すごいですね。日々なんかずっと考えていらっしゃる感じがします。凝りがあるところはこうやって引っかかりができます。で、頭の凝りが強い方にはアフターカウンセリングでもこういうケアをされるとよりコリがたまりにくくなりますっていうことをお伝えしています。で、さっきよりもコリがほぐれてきたのでカッサが滑らかに動きます。ここもゴリゴリ言わなくなってきました。
こうやって何度も戻りながら、凝ってる箇所はほぐしていきます。目のラインですね、本当にもうお疲れの方がこのラインは多いので、もうしっかり念入りに普段の施術でもほぐしています。マッサージを始める前と比べて動いたのを確認して、最後仕上げていきます。をしていきます。こうちゃんとこう回るか確認して、コリが取れてるのをちゃんと確認していきます。まだ硬いなと思う部分は最後カッサを入れてほぐしていきます。頭のこりに悩まされて、寝ていても途中で起きてしまう、頭皮がパンパンだと言っていらっしゃるお客様が多いので、そういった方はこのオプションつけていただいて、頭を長くマッサージしています。後ろまで手を入れて全体しっかりほぐしていきます。ではヘッドのマッサージ終了いたします。お疲れ様でございました。ありがとうございました。起きた。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはスタッフィーでございます。ありがとうございます。お菓子もございますのでゆっくり召し上がってください。はい、ありがとうございます。美味しいですね。ありがとうございます、リポスティですか？こちらローズヒップですとか、ちょっとリンゴが入ってるありがとうございます。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe.
So in today's video, we came to a very pretty salon that is located in Futakotamagawa area. There is so many shopping places and theater nearby. The salon itself so beautiful, so pretty and cozy, and it's more like pink and just so nice feelings, cozy feeling. And also esthetician is very knowledgeable and experienced, and I had a quite tension on my neck, on my shoulders and my head and scalp since I was not doing much lately to take care of myself. After the facial and massage, I feel so much better and tension free, I would say. And usually people come here to get facial and full body massage, and today I got facial and a head spa. Head spa is 20 minutes and it's optional menu. You can add to your main menu, which is facial or body massage or both. So you are very welcome to come here. The esthetician is so friendly and it's private salon that you can come and be only customer here. Also, when you come with your friend or with someone else, they can wait here or they can just take a look around. It's only a woman's spa, but if you come with female partner, you can get facial or full body massage. So it's more like being familiar with the customer, and you can bring your boyfriend, father or just brothers. Also, there is a foot bath in the beginning of every session. Also, there is a before and after drink. You can take your time and just relax your time here. Also, you can choose your favorite aromas in the beginning of your session, so it will add extra relaxation and benefits to your session. And also a scalp massage, optional scalp massage is included, all hand massage, and also Gua Sha massage, which is really beneficial for tension and just migraines, and it will really help with insomnia as well. And they are all organic products, so I totally recommend you getting longer course, which is very nice to treat yourself once a time. Also, there is a special discount for all the ASMR Twix subscribers. When you come here, mention ASMR Twix that you are a subscriber of our channel, so you will get 10 minutes of scalp Gua Sha massage for free if you get facial or full body, and 10 minutes of scalp massage will be free. Just mention us in the beginning of your session. You can book via DMs on Instagram, or if you are comfortable using their website, you can book there. But they are really quick to answer your questions and just reply you on Instagram as well. So foreigners are always welcomed. If you're interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and your reservation, and I will see you in my next video. Bye! And I will enjoy my tea.